オイラト語、オイラト語は、オイラト継承部族によって話される言語であり、アルタイ書語モンゴル書語に分類される。和社は、ロシア連邦カルムイク共和国、モンゴル国西部、中国新疆ウイグル自治区、青海省、甘粛省に分布しており、書き言葉としては、カルムイク共和国で用いられる、カルムイク語、中国新疆ウイグル自治区で用いられる、オイラト文語が存在する。 レッドバックに乗る、聞き言語。オイラト語、オイラト語などとも表記される。カルムイク共和国で用いられている、オイラト語を限定してカルムイク語ということもある。中国語では、と呼ばれる。オイラト語の、主な話者は、ロシア連邦カルムイク共和国、モンゴル国西部、ホブドアイ哀ク及びオブスアイマク、中国新疆ウイグル自治区、青海省、甘粛省に暮らしている。 オイラト族である。カルムイク共和国の人口の半数はカルムイク人が占めている。彼らは1630年代に内戦を避けて、ボルガ川流域に移動したオイラト族トルグート部の末裔である。ロシア連邦においてオイラト族とオイラト語は一つの民族、一つの言語とみなされ、カルムイク人、カルムイク語と呼ばれる。カルムイク共和国においてオイラト語はロシア語と並ぶ。 公用語であり、キリル文字による書き言葉を持っている。モンゴル国と中国では、オイラト族は、モンゴル民族に含まれ、独立した一つの民族としてみなされていない。しかし、元来オイラト族の文化、習慣などは、モンゴル民族と違いがある。オイラト語も、行政上それぞれの国における、標準語、モンゴル国ではモンゴル語のハルハ方言。 中国ではモンゴル語のチャハル方言を標準語の基礎としているに対する方言とされており、実際それぞれの標準語の影響を受けた中間的な言語、または方言に変質している。モンゴル国および中国のオイラト語話者は、書き言葉としては、それぞれの標準語を用いるが、唯一新疆ウイグル自治区のオイラト族は1648年にモンゴル文字をもとに作られた。 トド文字を用いたオイラト語の書き言葉、すなわちオイラト文語を用いる。現在学校機関におけるオイラト文語の教育はなくなり、モンゴル文字によるモンゴル語の文語が学ばれるようになっているが、新聞、雑誌、書籍などでは現在もオイラト文語が使用されいる。オイラト語派はレッドバックに乗る危機言語であり、街中でも聞くことは稀である。 ロシア構成共和国である、カルムイク共和国の首都にある、カルムイク大学にはカルムイク語、文化学科があり、オイラト語を教える学生を育ててはいるが、彼らの普段の会話からも、オイラト語を聞くことは、稀というのが21世紀初めの状態である。カルムイク共和国、モンゴル国、中国における、オイラト語は、文化的に一つの言語圏を成してはおらず、発音、文法を、 語彙の面において異が認められうる。オイラト語の標準語を定めているのは、カルムイク共和国のみであり、モンゴル国及び中国、内モンゴルの影響で、オイラト語はモンゴル語の方言とみなされているため、標準化されていい。カルムイク共和国のオイラト語標準語は、基本的にに基づいているが、ドルベト方言の要素も含まれている。カルムイク共和国の主要な方言は、 トルグート方言とドルベト方言である。この二つは、音声と語彙に、わずかな差が見られる。ドン川流域のカルムイク号、ブザは方言として一つの方言とみなすことがある。上記一の特徴は、トルグート方言に一致するが、その他の面では、ドルベト方言に一致する。その他の地域の方言は、調査が不十分であり、詳しい分類は行われていない。ここでは、 カルムイク共和国における、オイラト語、すなわち、カルムイク語の音音について述べる。カルムイク語の単母音にはの八つがある。単母音は、第一音節においては八つが音素として区別されるが、第二音節以降では単一の音素に中和される。長母音は、それぞれの単母音に対応する形での八つが、音素として存在する。二重母音は存在せず、モンゴル文語のアジェ、ヨ おいはあにが対応する。母音は、単、長に関係なく後下母音と前下母音に分類される。第一音節の母音が、後節母音である場合、第二音節以降の蝶母音はのいずれかに限定され、第一音節の母音が、前下母音である場合、第二音節以降の蝶母音はのいずれかに限定される。第二音節以降の単母音は、音素としては一つに中和されるため、 母音調和とは無関係である。また、モンゴル語ハルハ方言などでは、遠心母音の後でがそれぞれに同化されるという全身的遠心化が起こったが、オイラト語においては全身的遠心化が起こらなかったため、母音調和の構造が比較的単純である。このような母音調和は一つの形態備えのみにとどまらず、設備時まで及ぶ。そのため、 設備時の中には及びの母音交代による異形態を持つ者が多い。和語等及びの直後では、語中、語末では、摩擦音として現れ無精子医の前では、それ以外ではとなる。元来、オイラト族には、文字はなく、モンゴル帝国時代に、モンゴルに支配された時期、モンゴル文語を用いていたが、1648年に、 ザヤパンディタがモンゴル文字を改良したトド文字考案してからは、トド文字によって書き表されるオイラト文語を書き言葉とした。ただしこのオイラト文語は、オイラト語の交互に完全に立脚したものではなく、それまで用いてきたモンゴル文語の影響が多々あるということが指摘されている。現在、オイラト文語を用いているのは、中国新疆ウイグル自治区のオイラト族のみである。 中国のその他の地域では内モンゴール語が、モンゴル国ではモンゴール語が書き言葉として使用されおり、オイラト語を表記する、標準化された聖書法を持たない。カルムイク共和国においては1924年にキリル文字による聖書法を定め、1931年にはモンゴル、人民共和国、カルムイク共和国、 ブリアート共和国共通のセレンゲ方言を基礎としたラテン文による聖書法に転換したが、1937年にはソ連内のラテンアーザカウンドの路線変更の影響もあり、他の共和国とは異なるカルムイク共和国独自のキリル文字による聖書法を定めた。この聖書法はオイラト語のトルグート方言を基礎としている。 トド文字を参照。カルムイク語に用いるキリル文字はロシア語に用いる33のキリル文字2の6字を追加した39字であり、ボインアザ13字、シーンアザ23字、ハンボインアザ1字、記号2字である。このうちは外来語にのみ用いられ、固有のカルムイク語に用いられることはない。第一音節の単母音は、ボインアザ1つ、長母音は、 母音字を二つ重ねて書くことで示す。ただし、第二音節以降では単母音は弱母音化するため表記せず、長母音は母音技一つで示す。例。カルムイク語はモンゴル語族の基本語彙のほか、ロシア語から多くの語彙を借用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。